こんにちは、代官山レミエ美容室の代表の中島と申します。これ僕 DM とかお客様ですごい質問があるんですけど、レイヤーカットっていろんなこう定義があって、結構いろいろこう名前があると思うんですよね。で今日は、ウルフレイヤーとウルフカットって何が違うんですかってすごい質問を受けるんですよ。で僕一応そのカットの種類でちゃんと一応定義を分けてあって、それをちょっと簡単に説明しようかなと思います。でこれ先ほど切らせていただいたこっちはウルフレイヤーで、こっちがウルフカットになります。じゃあ何が違うんでしょうかっていうところですね。でウルフレイヤーから説明すると、まあデザインから見てもらうと、ここの外羽、ウルフカットはここがまず内巻き、ここのデザインがまず違います。でカットのラインもレイヤーの高さを変えてあって、スタイリングの仕方も外羽にする部分と内巻きにする部分をすごい変えてやってあります。ウルフレイヤーの場合は表面のだいたい3センチぐらいから下はもう全部外羽になっております。で顔周りのラインもややここ残して切ってあります。でウルフカットの場合は耳から下のところだけ、ここですね、が外羽で、ここはもう全部内巻きになっております。プラスここの